こんにちはジャンゴです今回は、えー、PC 記念やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。よろしくお願いします。さて、えー、どうしようかな。そうだな。まあ、ここから行きましょうか。で、えー、まあ、ちょっと交換は、えー、遠慮しておいて、えー、真ん中出てきたね。 ほこっちも真ん中出ときますか。これどうなるんだろう。<laughs> ちょっとじゃあ真ん中つついたから真ん中行ってみよっか。端っこ来る。そうだなぁ。 えっと。まあじゃあ、ちょっとこっち側に、なるほど。まあこっち側にじゃあちょっと寄せてみて、真ん中から進めていこうか。ああ、これはどうしよう。 まあこっち行くかつついてきたこれはとんつついてきたらとって別に大丈夫だよなとりあえずはそうだなじゃあ今度はこっちを進めてみるかなるほど これなんとか真ん中から突っ切るみたいなことできないかな。ま、あでも金も動かしとくか。いや、でも後ろ下がれなくなるの嫌かもしれんので、まあ、こっち先行きましょうか。相手も出てくる。んこれちょっと後ろ下がれるように、どっちも下がれるようにしとくか。ちょっといいかはよくわかんないけど。<laughs> えーっとね、じゃあ金も動いていきますか。 なるほどさあここからどうしようここからどうしようかまあでもあれなんだよなこっち動かすにしても金前進するにしてもね銀が下がれる選択肢が減っちゃうからうーんどうなんだろうね。 そうだなぁ。銀前に進めて、角一番後ろまで下がれるようにすると反対側こっちからね、出ていくようなこともできんのかなと思いながら。うーん。まあでもちょっとあれか、この状況だとあんまり飛び算動けないから、金を前に進める方がいいのかなぁ。 まあただ、うーん、銀がバックできなくなるのが不安といえば不安だけど、どうしよっかなーって感じですね。うーん、そうだなまあ、こっちから行ってみるか、どうなるのか。お、相手も、えー、相手は銀が出てくる。お互いまだね、取ってないからね、この状況から、 <laughs> どうするのか。まあ、ここつついて、バック、んな、取って取ってだったら、いや、どうなんだろうな。取らずにバックされたとき、その後どうすんのっていうこともあるんだけど、ちょっとわからんねー。ああ、どうしよう。 そうだなあ,ああどうしていいか分からん銀が出てくる銀が出てくるまあさらにここつつくかこれ銀さらに前出てこられた時いやこっち前にう動かしとくか いやでもねこの銀がね交代できなくなるとまずいような気もするから銀金前に出しにくいような気もしてるんだよねいや角がバックできるようにここを開けとく方がいいような気もしてるからちょっとこうしてみようか分かんないけどなるほどまあこれで一応角がねバックはできるようになったけどなったけど えー、どうするか。ま、あここ出てこなかったから、さらに前進したい気持ちもある。前進してみるか。うーん。ま、あこれでね、一応、この金どかすと、この金と剣はどかせば、これ角が後ろまでバックしたときに、うーん、ま、あ端っこまで、 危機が通ただうんやっぱりこいつがちょっと活用できてない気もするからこの金2枚ねどっかにろ過したいような気もするんだよねいやーでも銀が下がれなくなるのもよくないのかなどうなんだろう そうね、一回やっぱ角バックしてそこに金を前進させてちょっとトビさん横動かしやすくするか一旦バックあっつついてきたこれは取ると取られる取ると取られる 取ると取られるでそのあとがちょっと嫌か逆に殴るみたいな選択肢はあるのかまあ逆に殴る取った時に取ればえこいつはね取られない位置に行くんだよなただその後どうなってるかよくわからんけどうんうん と微妙か, <laughs> かんねえなでもちょっとここつついてこっち取ってみるとあーそこにポーつついて後ろ下がれないよということかあこれよくなかった <laughs> そういうことかあこれ取られてるな 後ろ下がれないからねまあせめてポーを取るかえー、いやーこれ今つついても取られたところが裏返っちゃうしあんま意味ないよな。 いやあ、せめてちょっと取って、取られて。<laughs> 困ったなちょっと一旦追い出すか。いや、でもこれさらに、取られる。んー <laughs> まずいね。 まあだから一旦これで追い出すか。あ、無視する。あ、角か。あ、無視じゃないのか。一応それ銀が、えー、ど、いたことによって、相手の角が、銀を守ってると、そういう話だな。そうですか。じゃあちょっとこっちで、その銀をアタックするか。 あ、さらに下がる。あ、ポが置けない。えー、ポが置けない。ポが置けない。ポしか持ってないんだよな。ねそうだねー。 ポしか持ってないんだよねえーっとねまあ、角のラインを遮断したいわけだが角のラインを遮断したいわけだがこれこいつをつついて一回取らせるみたいなことを考えるべきかん ちょっとこっちじゃない気がするんだよな。これでも、その間になんか銀動かれちゃうか。ま、あでもちょっとつついてみよう。あ、そっちから来る。そうですか。ま、あこれは、取るのか取る。取られる。で、 一回追い出すができるかどうか。まあ、一回追い出す。ああ、バックした。で、ここでちょっとこっち取ってみようか。ふむ。そこにポが来る。そこにポが来る。あ、そのポやか。避けるしかない。 避けるしかないえー、ちょっと待ってまあでも避けるしかないなギげ <laughs> えー、銀が来るあうんー そうかこれどうしようちょ一回ここつついて裏返るでこれを取って角で取られたで あー、ちょっと待って、もう一回角に対してつついて、もう一回角に対してつついて、あー、でもなんか行ったり来たりしてるだけか、これ <laughs>。そうですか。 いやでもこれ取ったら、え、金ゲットできる、取らない、そうか、普通に避けて問題ないのか。その列にしか置けないか。ちょっと、でもこれ意味なくないか。え、銀で取られる、桂馬で取る、銀で取られる。 金で取るんまあでもおおうーんこれたださ相手の銀移動したらやっぱ角が生きてくるよなちょっとやだねこっちかこっち今つついてみるとどうなるんだろうここつついてどれで取るんだいって聞いて。 そっち取られたえー、っとねこれ取らないとまずいかでもあれいやでも取るとトビさんで取られてダメな気がする。 いやーあれ <laughs> あれーダメかでもこれ後ろ下がるのも変だよね後ろ下がって だってえー、いやでも取ったら取られてなんかまずそうだからこうするか <laughs> そうか。 いや、ちょっと、ダメか逃げた。そうですか。いや、困ってるな、きっと。<laughs> そうか。 銀バックして銀に当てて、取ったら金で取る。それもなんか別にうまくいってる話じゃないよな。 まあでも、角もあんま動けないから、これ、王様逃げるためにも <laughs>、角どかしたいんだけどね、金邪魔だよねっていう。一回銀バックして、銀で取ってきたら金で取る形で、ちょっと、右に王様逃げれるような道を作りたいな。ちょっとこうしてみよう。まあでも、その段階でちょっと、きついかまあでも、それ相手してらんないから、 取取るるられるそうだよね。でこっちに出てうーんいやでもそれは一旦こっち取っちゃうかも金取られるけど。であただこれあれか金いるからダメか <laughs> 取ったら。 上んとこにあそっちからそっちからかああそうか飛びここにいるからねあ,あでも桂馬もいるからちょっとこれダメか取るしかない感じになってるねただ取ったらあそうかそれ横が塞がるとそうなるのか なるほど。ダメだね。<laughs> はい。えー、ということで、まあちょっとね、やられちゃいましたね。そうか。どの辺からまずかったんだろう。なんかね、あんまり、角とかがね、 自由に動けてない感じがするんだよね。相手に比べて。そこがちょっと良くなかったのかなこの辺はもうすでに悪そう。はい、ええという感じでしたね。うん、まあ最初の赤い三角ちょっと見てみるか。 まあでもこの時点では結構すでにかなり悪い感じになってる。推奨は金前進、金全身ほおー。あー <laughs> そうなんだ。まあこれなら、あれか、一応、 お互い銀と金を取り合った形にはなってるのかまあただそうだよね苦しいよねやっぱりちょっと苦しそうだよねまあもともとこの時点でグラフが下がってるからそれより前でなんかうんーでもあれだな 参考図というか、推奨の <laughs> ボタンが押,押せないね。相手の手で出てきてもしょうがないんだよな。まあでもこんなに巻き戻しちゃうとあれか。ちょっと何とも言えんな。これ。うーん、これ取るべきだったまあでも取ると取られて、 取ると取られて、まあ、でもあれか、一回追い出せたか。これ前進できないから下がるでしょこっちの方が良かったな、きっと。そっか。なんか変なことしたな,なるほどね。で、えー、最後は、ま、あ最後はっていうか、その前ももうちょっと、 この辺とかなんかやりようなかったのか推奨はそっちに、えなにこの、なにこの、みなげみたいな <laughs>。あ、でも逃げる、ん逃げるというか。ええー、よくわからんな。で、王様動くんだ。はーん。いや、で、それからそっちなの それでも別に裏返られるわけじゃないよね裏返れるわけじゃないよ、ね、うんいや <laughs> これは <laughs> よくないでしょう取れないもんねまあここまで来るとすでにやっぱ苦しいかなるほどねー 最後の赤い三角は銀 <laughs> えっよける逃げるそれでえこっちに逃げるのかまあ逃げ道を確保してって感じかまあただこれす <laughs> でにやっぱ結構悪そうだよねそうだね うーん。とするとやっぱちょっとこの瞬間に撮っておくべきだったかなみたいな話なのかなというとこですかね。はい、えー、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。